In the last video, we looked at watercolor in nature, and a lot of you asked how we make the backgrounds. So today we're going to look at how we make the backgrounds that look very much like they would in nature. First off, you have to decide what kind of habitat you want to make. So you have to do some research of where your fish come from. Discus in front of a blue background will look just as unnatural as reef fish would look in front of a brown background. If you want to find out, have a look on the internet, but feel free to ask us in the comments. 今回再現する水槽は南スリナムのタパナホニ川です。この川は北ガイアナから流れ込んでおり、褐色ではありますが、典型的なブラックウォーターほどではありません。砂はベージュ色で、大量の倒木がゴロゴロしています。この川に入ってスノーケリングを行ったところ、流れの速いあたりでリップスティックレポリヌスが50匹以上の大群で泳いでいました。その様子を再現したいと思います。リップスティックレポリヌスは黒と黄色のはっきりとした横縞模様に真っ赤な唇をしています。アノストムスカの魚は私のお気に入りなのです。映像にはガイアナカランも映っています。水槽にはたくさんの種類のシクリッドも入れます。生息地の写真から背景色を見つけるのはそんなに難しいことではありません。水中映像からいくつかの写真を取り出します。この写真はタパナホニ川で撮影したものです。この色を背景のベースカラーにすることに決めました。写真の色を見ながら感覚で色を決めるのは困難なので、フォトショップで色を開いて、スポイドで色を拾って、ブラシを使い、写真の上を塗ってみました。すると、なんとも不自然な色に見えます。とはいえ、心配することはありません。最終的に思った通りの色を再現できます。そうなってくれることを祈ります。実際に背景色を決める前に確認しておきたいのは、どれくらいの量の流木を配置するのか。量が多いほど背景は暗く見えます。また、水槽が大きければ大きいほど、ガラスは厚くなり、水の見た目を緑っぽくして、背景はより暗く見えます。つまり、背景色は水槽を通してみると、実際の色より暗くなることを見越して、一番明るいベースの色は、その色よりもずっと明るい色を選びます。着色するにあたっての注意点は、水槽の裏に直接色をつけないこと。あなたが素晴らしいアーティストで、一発で思った通りの背景を塗れなければ、失敗した場合、ペイントを剥がして、再度色付けをしなければいけなくなります。今回はスプレー塗料3色を利用します。ラテックス塗料やアクリル塗料でもいいのですが、素人が簡単に色のグラデーションを塗れるとは思えません。早速、水槽の背面と同じ大きさの MDF ボードに色付けしていきます。最初に上部から3分の2ほど一番明るい色を塗り、次に最も暗い色を底になる部分から半分くらいまで黄色にかぶせていきます。そして中間色をのせていきます。使用している白くエナメル塗装された MDF ボードは4ミリ厚で、ホームセンターで希望の大きさにカットしてもらいました。自分で切ることもできますが、店でカットしてもらうと切り口も綺麗でお金を払う価値があると思います。切れ端ももちろん持ち帰って小さな水槽に使用します。水槽の裏に配置する際はボードと水槽の間に隙間を持たせます。下部が水槽にくっついて上部に行くに従い隙間が開くような配置です。そうすることでボードに光が当たってもっと自然な背景が出来上がります。今回は黄色とベージュ、深緑の3色を使用しましたが、深緑ではなく焦げ茶や黒でも良いと思います。一番暗い場所にはシクリットが隠れる場所を作る予定です。スプレー塗料は1つ1000円以下で、MDF ボードもそんなに高くはありません。スプレー塗料は半分も使ってないので、今回の制作費は3000円ほどでした。スプレー塗料を外で使用する際は、風のない日を選んで、近くに車など色が飛んで汚れたら困るものがないか確認しましょう。色付けした背景は、実際に水槽の後ろに配置すると全く違った表情になるので、多少のムラは気にせず、
ある程度完成したと思ったら、一度乾かして実際に設置してみます。もしも気に入らなかったら、また上からスプレーすればよいことです。先ほど説明したように、水槽と背景の上部に少し隙間ができるように斜めに配置して、照明を当ててみると、実際に川に潜った時のような背景が出来上がりました。照明の光が水の流れで揺らめいて、実際の川の中のような風景です。サイドから見ると、正面から見るより、さらに生息地の風景に似ています。このシリーズは、他にも流木と石、実際の生息地で見る背景編があります。詳細にリンクを貼っていますので、ぜひご覧くださいね。本日の映像、お楽しみいただけましたか？チャンネル登録をよろしくお願いします。